それで、Mr. Arial is not alone。 これね、この人、この言い口回し好きなんですよね。アリアルだけじゃないんだよという意味ですね。According to estimate in June by the World Bank, national lockdowns and ensuing っていうのはよく出てくる単語で、続いて起こるっていうんですね。エコノミックカタストロフィー。エコノミックカタストロフィー will push between 71 million and 100 million people into extreme poverty this year。 今年ね、極貧に7100万人から1億人を、プッシュ、落とし入れるだろうと。この6月に、世界銀行を見積もったの。で、その次は続いて、ね、説明してるんだけど、defined as a subsisting on less than $1.9 a day。 1日 1.9 ドル以下。このサブシスティングっていうのは、生きていく、どうにか生きていく。1.9 ドル以下でどうにか生きていくものとして定義されている。エクストリームポバティって 1.9 ドルですね。あと、2011 prices って、これね、知らないと分かんないんだけど、1.9 ドルの基準がね、2011年の物価基準でって意味なんですよ。で、よくエクストリームポバティって 1.9 ドルっていうと、なんか今の値段で考えちゃうかもしれませんけど、違うんですね。2011年価格基準の 1.9 ドルってそういう意味ですよ。これって徐々に上がるんですかね。うん、だから今ね、エクストリームポバティって何ドルいるかな。 1.9 ドルじゃないんじゃないかな。でもこれは多分正しい、最近の記事だから正しいと思いますね。あとね、基準としてはね、ここの下にこう書いたんですけど、これね、これ見てもらうとね、これはね、どこのデータかな、ワールドバンクかな、ちょっと字が小さくて見えないけど、あなた目が読めるかもしれない。はい、下、一番下に書いてあるけど、ちょっと分かんないけど、どこの、でも、ドルパーデイアット2011です。ワーキングペーパー、どこのワーキングペーパーって、これ、UNU って書いてある、どこだか分かんない。まあ、国連関連ですよね。それで、これはですね、フィーリングピンチ、これピンチそのまんまですね、困った状況ですけども、2019年だと、1.90 ドルじゃなくて、2.16 ドルになったそうです、2019年。2.16 ドル16ドルですね、2019年だと。あ、そう。なんか、ウィキのデータですけど。ただね、これ 1.9 ドルって言ってるのはね、2011年の物価水準で 1.9 ドルって、そういう意味なんですよ。はい、だから今言ったあなたが 2.1 ドルっていうのは、今現在の価値基準に変化してって、そういう意味じゃないですかね、きっと。はい。それでね、ここのバングラデシュとブラジルとか数字出てますけど、この見方はね、はい、1.9 ドル基準で見たらば、要するにね、経済のコントラクション、経済のコントラクション、縮小ね、のサイズによって、どうなるかっていう、経済の縮小が 5% の時、10%、20% の時どうなるかっていうことを、貧困者がどうなるのかっていうことを示してる図なんですよ。だから例えば、経済の縮小が 20% だったらば、バングラデシュは、20%、1.9 ドルの人が人口の 20% になるよと言ってる意味ね。だから、エコノミックコントラクションが、5% だったらば、まあ、7% ぐらいが、絶対貧困だと。で、3.2 ドルっていうのはね、これ、ポバティラインなんですよ。ポバティラインっていうのは、エコノミックコントラクションが 20% だったら、6割の人がもう 3.2 ドルだってですね。で、5.5 ドルってなんか基準があって、これも、はい、貧困というかね、ポバティとは言わなくてね、ローウエストレベルとかなんか言ってるんだと思うんですけど、それだともうね、20% のコントラクションがあったらね、バングラデシュはもう 90% 近く 5.5 ドル、1日あたり 5.5 ドルになっちゃうよという意味ですね。で、この図見て分かるように、例えばコンゴとか、エチオピアとか、
それから意外とインドもそうですし、ナイジェリアとかね、かなり貧しいんですね。で、その中でやっぱりね、貧しくないのはブラジル、チャイナですね。インドネシアはまあその中間ぐらい。エコノミックコントラクションって何ですか？コントラクションというのはね、シュリンクって意味、経済縮小。経済縮小。不況率。ここで不況の率。経済が、要するに GDP が20%減ったりと、そういう意味、コントラクション。縮小という意味。まあ、これはなかなか面白い図ですよね。まあ、中国はだから、ただね、1.9ドルったら、いくら、200円ぐらい？200円ぐらいってことは、200円、2000円？ 2000 円？あ、200円ってことは、1ヶ月いくら？円じゃないですか。6000 円？はい。おかしいな、6000円ったら何ドル？ 60 ドル？人民元60ドル？はい。あ、そうか。中国はね、今ね、6億人が140ドルなんだよ。ということで、60ドルってことは、60ドルの3倍？5.5ドルがそうかな。そうすると、それが、中国人口20%っていうと、今14億だから、3億ぐらい？いやー、これは正しくないな、これ。ただ、李克強が言ったのは、これ、5.5ドルだったらば、今、例えば彼が言ったのは、6億人って言ったからさ、6億人って言うともう30%、人口の3割、2.5割、25%。だから、これちょっと少なすぎるよね。これ習近平は実際そういうもっと少なめに言ってるんで、こういう数字になってくる。実際はもっとひどいんだよね、これ。実際はね、中国の貧困。だから結構やっぱ中国嘘ついてるね。ブラジルなんかは正しいかもしれない。で、それでね、今これ話したけど、It's predictions、予想ね、予想、prediction have worsened since the パンデミック began。 要するにコロナが始まってから予想は悪化してきた。And suggests that 3 years of progress will be wiped out。 3年のね、進捗が、この要するにパンデミックの影響を消し去るだろう。だから3年かかるだろうって意味ですね、これ。ワイプアウト。こういうふうな落ち込みをね、回復するのに。そういう、ワイプアウトね。will be wiped out。will って書いてあるから、そうだと。で、some countries could be even worse hit。ある国はね、もっとひどいと。これだから、ここで言ってんのは、どこの国を言ってるんだっけ、7100。まあ、国は、まだ言ってないんだけど、ある国だな、ここでは。この下の図を見ると、何カ国は could be even worse hit、 もっと悪い、depending on the scale of the recession。 だから不況の規模によってある国がもっとひどいと思うね。さっき言ったコントラクションっていうのとリセッション、エコノミックコントラクションとリセッションと同じ意味だね。From 1990 until last year、1990年から昨年までね、Number of extremely poor people fell from 2 billion or 36 of the world population。 だから結局、あれだよね、1990年って20億人が、世界人口の36%が極貧だったんですね。だから20億、いや、そうだよ、だ中国なんかそうだもんね。26、いや、そうでしょ。だって、to 630、6億3000万、just 8% になったわけ、今ね。6億3000万。だから、まあ、これがエクストリームポバティ。まあ、その中で中国どれぐらいいるのかな。やっぱりその中でも2億人ぐらい中国かな、まだ。1億かな。Most of those left in poverty were in sub-Saharan Africa。 このね、貧困のに残された多くはね、サブサハラアフリカってどこを言うかっていうとね、サハラ砂漠のね、
ちょうどモロッコとかさ、アルジェリアの下の国、マリとかね、ああいう国、貧しいとこ。これ、地図あったかな？あった、これこれ、サブサハランってね、ここ。これマリね。これがモロッコとかアルジェリアで、このリビアとかね、これリビア。この下のここ、サブサハラそれよりもさらに南になるとまた違うン。あ、違う、サブサハランと言わね、この、こ例えばこの下のこ国はササブサハランじゃないの。ここら辺は違う。ここの間だけ。アフリカで一番貧しいとこ。それでね、どうだっけ。それでね、サブサハランと、もう一つは、and in countries riven by conflict。紛争で riven っていうのは、これあれ、引き裂かれたっていうね。だ、紛争地域とサブサハランが貧しいって。バイコントラスこれね、バイコントラストっていうのはね、これ慣れないと分かんないんだけど、一方でっていう意味なんだよね。対照的にじゃないんだよ、ここでは。一方で、バイコントラスト。コントラストってね、一方でっていう意味があるんだよ。 Almost half the newly destitute。 これね、ディスティテュートって僕今日初めて知ったんだけど、困窮した人々、新たに困窮した人々の半分は will be in South Asia。 これサウスエイジアだったらね、もう基本的にはもうインドしかないんだけどね。なんだっけ、昔のセイロンで、スリランカね、とかパキスタンってありますけどね。アフガニスタンもサウスエイジアに入るのかな。まあ、そこら辺ですよね。